ープニングとか流し込みで人もいると思うし、子供結構引っ張る、引っ張っていきましょうか。恋する木曜日後半戦スタートでございます。早かったですね、30分早かったですね。さあ、さあ鳴島さん、はい、いつまでもねいてもらっても、はい、お稽古も、いや、あの全然平気よ、別に。いや、でもずっと言ってもいや、でもあのね、お稽古もあるという。そうですね、はい、あまりいてもらって終わってるしも、全然別に俺いてもいいんだけど。いや、でもお稽古、最後までエンディングまでお稽古があるというふうに伺っております。そのお稽古もあるみたいな。いやいや、だってね、そんな長い間このラジオにいてもらっても、ね、役者さんですから、ね、申し訳ない。僕らはいてほしいですけどね。寂しいけど。あ、そうですか。いろいろお稽古もあると伺ってますので、はい、はい、この段階でじゃあ告知、はい、いいですか。はい、ぜひどうぞ。はい、あのですね、6月24、25、26と、なんか来年、来年、いや今年です2011すぐ先なんですよ。あ、すぐですね。すぐですよ。もう1ヶ月切ってます。はい、6月24、24、25、26。あ、去年の、いや、今年です。思い出、あ、思い出、今年で、今年これからです。これから思い出を作るんです、俺は。今年25になるってことですかね。じゃあ、俺は今年40。そうだよ、分かんねえよ。結構な、結構なおっさんなんですよ。ほぼほぼ40、ほぼほぼ40ですよ。何がトリオで売れっ子の役やったですか。本当ですよ。結構な年の役じゃないですか。そうですよ。で、今年の、今年のですよ、はい、今年のあともう1ヶ月切ってるんです。6月24、25、26、はい、ナルペクトです。あのモフトがいた、モフトがいたナルペクトっていう舞台があるので、はいはい、アイピット目白というところでやりますので、はい、あの今もうあのチケット売ってますので、はい、あの24、25、26、どれがおすすめですか。やっぱり千秋楽がいっぱい入っちゃうと思うので、あの金曜日の日がいい。24とか。分かりました。一発目、ね、一発目だからって仕上がってないわけじゃないですもんね。そんなことないです。もう今もう結構がっちりともやってるんで、はいはいはい、場所は目白ですか。目白、アイピット目白です。アイピット目白、目白、はい、で、ナルペクトという ホームページがあるのでそれを見てくれたら、はい、あ、24なら大丈夫です。25は僕ら仙台があるんで。ああ、はい、じゃあ24、はい、なおさら24、はい、はい、ぜひ見に行きます。ぜひお願いします、はい、僕らでも見に行きます。あ、お願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ナルペクトの、座長ナルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではこの流れでコーナー行ってみます。行っちゃいますか。コーナー行ってみましょう。はい、ジュアルであるラップドデッテッツテッテレテッテッテテッっていうことですね。いるそれ。はい、エディさんが久しぶりに、はい、やってくれました。一応ね、今日ちょっと、はい、ちょっとジュアルであるの前にちょっとすいませんけども、はい、ちょっと3人で話してたの時に、うん、はい、新しいコーナーがね、立ち上がりそうだったんですよ。あ、そうなん。エディの何やったっけ、何だっけ、何しとんねん、何やねん、何言うとんねん、何言うとんねん、エディの何言うとんねんっていう、はい、ちょっと知らんしと被ってるように感じるかもしれないですけども、ど全く違うんです。これが違うの。どうしたのって聞いたら、うん、何かを言うんですよ、うん、何言うとんねんっていうことを。あ、それを、ね、はい、リスナーに、そうですね、はがみで、はい、だからちょっとぶっ飛んだことを、はい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 、何なのそれっていうことを書いていただくってい う、ね、そうか、ちょっとコーナーを立ち上げてみようかななんて思ってて、はい、まあ、ちなみにどんなのか、うん、はい、ちょっとエディさんが、うん、もういつものエディさんなんですけども、はい、ちょっと例題、はい、ちょっとエディどうした。
ですね、あの唇の上唇の上をですね、アリが歩き始めようとしました。何言うとんの。こんなにリズム悪い感じでやるの。いかんせんまだ立ち上げるかわかんない。まあね、急に振ったしね、はいはい、でもまあこういう、ね、なるほど、そんな感じなんですよ。これでも意外と難しいんじゃない。まあ難しいです、まあ、これはちょっとぶっ飛びですから、ね、だってそんなん言えって言ったら普通言えないでしょ、はい、まあ言えないですけど、ね、知らんしはなんかわかるんだよね、はい、何でもいい、はい、そうですね、結構自然に知らんしない人いますからね。そうそうそう、だからこれ何エディしかできないかもしれない。確かに、だからあのもしね、そうやってその何言うとんねん、もし思いついた方はちょっと送ってきてほしいな、うん、やるんだ、はい、一応送ってもらうんじゃない。一応テスト期間にする、うん、はい、そうですね、なるほど、いい感じだったらあの、はい、ゴールデンレギュラーにしましょうか。はい、知らんしじゃないですからね、うん、知らんし、うん、何を言うとんねんってことです、ね、何言うとんねんって言われるやつ、はい、どうしたのって聞くからね。そうですね、ならほにゃ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 、そうですね、何言うとんねん、これは、エディの何言うとんねん、何言うとんねんっていう、コーナーなんでね。まあ、気が向いた方でいいです。あんまり気にしないです。そう、あんまり考えないでいいんでね。気が向いた方送ってください。ということで、ジュアルである行きましょう、はい。はい。これは日常の中で起きたことややってしまったことを投稿していただきまして、はい、これが、まあ、ジュアルであるのか、ジュアルでないのか、ジュアル KB っぽいのか、うん、それとももうそれはもうジュアル KB 関係ないよっていうことなのか、ジャッジするコーナーでございます。はい。さあ、おはがきいただいてます。これはじゃあ、そうですね。私読みますか。いいですか。はい。お花さん、お花さんです、ね、はい、切れそうでチカチカしてる蛍光灯があると大急ぎで拡声器を持ち踊り叫ぶ、これはジュアルである。あ、これはジュアルである。まあある、まあストロボ風にやっぱ部屋があったんでしょうね。そうですね、はい、その時にまあベーカーベーカーパラドックスみたいな。確かにベーカーベーカーの時はストロボですからね。まあ、そうですね、はい。演奏しにくいですよね。ジュアルであるかな。ジュアルで演奏はね、確かにちょっと厳しいもんがあるけど、でもやっぱね、後から映像を見るとかっこいいよね。はい、そうなんですね。なんでしょうね、ジュアルであるをもらえたのに、すごくジメッとしてる。うん。なんか、なんでしょうね。いや、どこに何が見つかったのか。だから、なんだでしょうね。なんだろう、ある意味さ、俺かな、俺かな。まあ秀樹かな。な、僕のなんか感じがあれかな。はい、なんかお花ちゃんに悪いことしてる。多分ね、俺の隣にまだなるさんがいるからだと思う。あれやっぱり。なんかジメジメしてるんですね。ジメ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 して。六月っぽいもんね、あの人。あと北朝終わったよね。終わりました。あの稽古行ってくださいよ。いやいや、あ、全然いいよ。エンディングまで俺いるから。あの正直もう言いたくないですけど、誰も望んでないんですよ。エビさんと一緒のコーヒー飲んでますからね。いいだろ、だからそれはいいだろう。なんで新しい切り口を。これ何言うとんのこれ。あ、これ何言うとんの。そういうことだ。そういうことです。そうなんだ。さあ、ジュアルである、まだ、いただきます。幼馴染が編集、編集大事ですからね。大事だね。そこはその呼吸しかないもんね。惜しみなく切る。これも大事なことです。惜しい。惜しみなく切る。惜しい。惜しいでしょ。でもね、あそこで切るのが一番いいんです。そうかー。そうだね、彼を一番生かすんです。確かにそれがみんなハッピーになる。さあ、ジュアルネームスナッチさんからいただきました。はい、これどれだ、これかな。今何歳って聞かれると28歳なのに18歳ですと言ってしまう、うん、あ、これはジュアルである、うん、ですね。これはもう公開で10歳サバを読んでますから、うちらは、ね、はい、うん、28歳の方はもちろん18歳だ、うん、でもこれメンバーだけなんですけどね。まあそうですね、まあまあ、もともと若い方もいますからね。そうですね。でも確かに普通にキャバ嬢とかもこんな、ね、はい、感じで10歳サバ読んでる、はい、10歳ぐらいはもう全然半いますよね。いや、います、います。マジでしょ。キャバ嬢さんとか、キャバ嬢に3つけてもダメですよ。ホステスさんとかネットアイドルさんとか、はいはい、結構いらっしゃいますよ。そうですか。ネットアイドルなんかだってネットの映像でしか見れないから、そうそう、まあそうですよね、バレないですもん。わかんないですもんね。その方が夢ありますしね。そうですね。18歳と言い続けていただきたいと思います。そうですね。さあ、続いていきましょう。はい、ジュアルネーム、わかめちゃん、ね。わかめね。今世間では、リアルの生活が充実しているということを略してリア充と呼ばれていますと。はい、ある日、そのリア充というフレーズを業界用語のように言ってみたら、リア充が、ジュリア、
ジュリア、ジュリア、ジュリア、うん、ジュリア、歌ってしまいます。何言うとんねん。あー、新しいコーナーの。もう言うとんねん。もうハガキ。もうハガキ来てたね。来たハガキ。皆さん、すみません。何言うとんねんの。皆さん、2つ。皆さん、違います。ドラえもんが来てます。これ、エディの、何言うとんねんのコーナーじゃないです、これ。え、違うの？これ、ジュアルであるかどうかなんです。え？はい、もう一回見ましょうか。うん、今、世間では、リアルの生活が充実しているということを略して、リア充と言います。うん、ある日、私はその、リア充というフレーズを、業界用語にこう逆さにね、読んでみました。リア充。あ、ジュリア。ジュリア、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 歌ってしまいまーす。何言うとんねん。何言うとんねんでステッカー差し上げます。ラッキー。すげえ。ラッキーじゃん。すげえ。ワカメラッキー。ワカメラッキーですね。2回言っても何言うとんねん。すげえ。いただけたということ。すごいな。これは先駆者だよ。オープン戦みたいなことだから。そうだね。シーズンマッチだからね。素晴らしい。まさかでしたね。ワカメちゃんにはおめでとうございます。ステッカー。何言うとんねんの。コーナーでいただいたステッカーということになりますけども、すごいジュアルではないってことですね。全然ジュアルではないよね、はい、けどまあこれね初めてステッカーですもんね、うん、よかったと思います。分かりました。さあということで、曲の方聴いていただきましょう。さあこれはですね、この曲はですね、うん、何ですか。あの実はですね、私たちがまだインディーズの頃ですかね、はい、そうですよ、に、スタジオで録音した、うん、貴重なデモが見つかった。これはだから、ダンチも驚くと思います。マジで、はい、だって音源になってないんだもん。そうなんですよ。それを、発見しました。そうなんです、発見してあるの、はい、はい、なんで多分覚えてないと思うんです、だってもう世の中には存在してないと思ってたけど、はい、あるの。あるんです、あるんです。さあそんな、曲エディさんの紹介でいきたいと思います。はい、それでは、はい、はい、どうぞ。それでは聴いてください、ロンリーガール。さあどうだ。起きた、きた。これは全てね、英語で歌ってます。英語ですね。ちゃんとコーラスしてるね。来てますね、コーラス。ちょっとあれ見れなくなったよ今。あれ聞けなくなりました。あれ全然更新されない。合言葉がないと聞けないみたいな感じになってますね。ちょっと一回切ろうか。ちょっと一回切ります。っていうのが聞こえてないかもしれない。